バクーはソ連ロシア海軍のキエフ級航空母艦4番艦に当たるが搭載機の変更前提に設計されたため他の同型艦とはエレベーターの位置や大きさなどが異なっており改めてキエフ級と呼ばれるケースが多いなおバクーは現在は独立国アゼルバイジャンの首都であるがこの艦の建造当時はソ連邦を構成共和国の一つであったソ連の解体に伴い 旧公正共和国の首都にちなんだ官名から、セルゲイ・ゴルシコフ提督にちなんだ官名へと改名された。バクーは1978年12月26日に、チェルノモールスキー造船所で寄港され、1982年3月31日に浸水し、1987年12月20日に収益した。1988年3月3日、バクーは、 国会艦隊に編入された。そして5月下旬には艦載機だけ払っていただくという内容の本契約が結ばれ、セブマシュプレドプリアーチエにおいて改造工事が始まった。最初は2005年にはインドに引き渡される予定であったが、改装コストの高にえや改装自体にトラブルによって何度も引き渡しが延期され、最終的に2013年11月16日、 インド海軍へ正式に引き渡された。なお、回収後は、インド海軍艦船として艦名がビクラマーディティアに改められている。バクーの環境部、バクーは、新開発のフェーズドアレイレーダー、マルスパスサートや、その他の新型各種電子機器など、次に建造される、アドミラルクズネツオフのテスト艦も兼ねており、装備などに変更が加えられている。主レーダーとしては、 バッシブフェイズドアレー式の固定型アンテナを採用したマルスパスサートが搭載され、レーダーの装備容量は一変している。副レーダーも改良型の MR-710M、フレガート M に更新されたほか、低空警戒、対水上捜索用の MR-350、ポドカットも掲載された。手法はリメートル単装速射砲とされ、艦隊艦ミサイルは十二発に、 装備、対戦ロケット砲も新型ノブ -12000 とされた。また、艦隊防空ミサイルが廃される一方で、股間防空ミサイルはキンジャールに更新されている。約 -141 の運用を想定し、飛行艦板面積が6200平方メートルに拡張されるとともに、エレベーターも拡張された。試験的に、 ブラストデフレクターと着艦高速装置が装備された時期もあったが、これは撤去された。搭載機数は36機とされ、内訳は、約マイナス3814機、約マイナス 38U2 機、かマイナス 27PL14 機、かマイナス 27PS2 機、かマイナス 27RLD4 機であった。アフプブニュース、ロシアの退役空母。 上渡予定のインドでとんでもない役会者に2009年8月3日、ロシアの声。空母、ビクラマーディティアインドに引き渡し。2013年12月1日閲覧。ABC パリアトブ・アンドレイ V、ソ連、ロシア空母建造費は、世界の感染台642号、解任者、2005年5月、110から118ページ。 ネイド400億668万81。ありがとうございます。